文部科学省、科技術学術政策局担当審議官の麻生でございます。第40回大学等におけますオンライン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジウムの開催にあたりまして、一言ご挨拶させていただきます。本シンポジウムでは、あの、初等中等教育から大学までデジタル化をめぐる様々なテーマを幅広く取り上げ、教育研究の第一線に立つ皆様にとって大変有意義な情報交換、 意見交換の場であるというふうに承知してございます。まず、あの、企画運営にご尽力されていらっしゃいます、きつれ川所長をはじめ、国立情報学研究所の皆様、関係大学の皆様、また、毎回、あの、ご発表を含めまして、お忙しい中でシンポジウムにご参加していただいている皆様に感謝を申し上げます。私は、あの、今から4年ほど前に、内閣サイバーセキュリティセンターにおきまして、サイバーセキュリティ研究開発戦略と、 というものを策定に従事いたしました。その中で中長期を見据えた議論の中では、IoT や AI、さらには AR、VR といった技術によりまして、実空間とサイバー空間の融合が高度に進化をして、これまでの生活や労働を代替するにとどまらず、 新たな価値を創造していくものと考えられる。また、その中でサイバーセキュリティの考え方といたしまして、情報システムだけではなくて、人間や社会を一体として捉えることが重要であるのではないかという考えをまとめたところでございます。その後、最近新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、我々の生活スタイルの変化など、 お、を受けまして、我が国の社会全体のデジタルトランスフォーメーションが、加速、より一層加速されているものと感じております。社会のデジタル化に伴いまして、データは知恵、価値、競争力の源泉となり、21世紀の最重要知財として、その活用を促進することが重要になってきております。文部科学省におきましては、それぞれの分野の特性に応じ、 コン質な研究データの収集、共有のためのデータプラットフォームや、全国的研究データ基盤を構築し、先導的な AI、データ駆動型研究を推進してまいりたいというふうに考えてございます。また、私が、務をしております内閣府の審議官と、 おいうしてのあの立場から申し上げますと、現在、ムーンショット型研究開発制度では、国立情報学研究所で運用されております、研究データ基盤 NII リサーチデータクラウドを活用し、先進的なデータマネジメントに向けた取り組みを先行して行っているところでございます。加えまして、大学等の研究機関の研究や教育等に関するエビデンスの分析機能や、 データを共有するプラットフォーム、ECST の活用によりまして、大学等におけます研究力、教育力、外部資金獲得力の向上、ひいては我が国の科技術イノベーションの向上を支援してまいりたいというふうに考えてございます。いずれの立場でありましても、デジタル化やデジタルトランスフォーメーションの促進が国民一人一人の幸福を高めるものではなければならないことを心に留めまして、 え、ソサエティ5.0の実現に向けまして、皆様とともに取り組みを進めてまいりたいというふうに思います。え、最後に、え、本シンポジウムが情報分野とさまざまな分野、教育と研究、大学と初等中等教育をつなぐプラットフォームとして、ますます発展されますことをご期待申し上げまして、え、私からのご挨拶とさせていただきます。お時間どうもありがとうございました。